揺られて揺られて聞いてください。ポツポツ雨が通り過ぎてて、幻のようにいい、一人ぼっちになって人恋しくなって出かけようかな。時々鳴ってた三毛猫のたまに挨拶をして、自転車飛び乗った立ちこぎしてさ、迎えに行くよ。揺られて揺られてどこへ向かおう、君を乗せて僕はしよう。ありがとうございます。待ち合わせ場所を君が振り向いた目と目があって、魔法にかかる君の鼻君の視線も僕に映る、太陽が照れる僕も照れる、君が笑ってる、浮かれて浮かれて君が眩しくて転びそうになるの、笑って怒られて二人笑い合って、自転車が弾む。君の家が近づく、止まる赤信号、変わらないってもう少しだけこのままでいさせて、肩に乗せてた消えた両手が終わりを告げる、溢れた想いがこぼれぬようにと抱きしめた。揺られて揺られて君が笑って、自転車は走るの、僕はどこでもいいや、君がいれば。
とうございます。まあいろいろハプニングがありましたが、時間も短いんでね、ちょっとだけマイクの返しをちょっとだけ上げてもらえると嬉しいです。今日は福見健二、はじめましてという方も多いと思いますので、少し自己紹介を、したいなと思います。福見健二23歳、弾き語りはですね今3年目なんですけれども、その前にですね、皆さん今日出てた皆さんのようにバンドもしていまして、もう一つね、二足のわらじでこう NHK のコーラス隊の仕事もやってたんですけれども、ほんまそっちの方でね仕事を行きたかってんけど、まあ体調も崩してしまって、なんやかんやタイミングが狂ってしまってね、こうまああかんくなって、バンドの方もねちょいい感じやってんけど、一緒の時期に解散ってなってしまってね、ほんまどうしようかな、音楽このまま続けていこうかな、どうしようかなと思ってた時に、その時次撮ってくれとったマネージャーとか一緒に雇ってくれた音楽仲間とかがね、いや一人でも弾き語りやったらええやんっていうことで、あったかい声援をいただいて、こうやってみんなの前に、立っています。でですね、なんとかなんとか、3年間頑張りまして、おとといもですねラジオの生放送やら、今度もですね大きいイベントに出させていただけるとこまで、なんとか来ました。で、次にお送りする曲はですね、そんな辛い時に、まあ、諦めかけた時にね、作った曲です。みんなもね私生活の中で、まあ、受験やったり恋愛やったり生活やったり育児やったり、まあ、音楽のことやったり、まあ、大変なことがあると思うけども、諦めんと生きてほしいという思いを込めて作った曲です。スカイ聴いてください。そうなりたいよ、でも現実はうまくはいかないようで、蔑んだ目で見つめてた幼い頃に憧れた星空の上のステージ、あいつの手掴んでた。目をそらすしかないの、生きてく意味、自分の価値消えてゆく。スカイ、単純な世界、わかってる、わかってんだ、身を任せたくもなる、ぽっかり開いた穴に、どんくらい涙注げばいいの。立ち止まってばかりいた僕のこの背中、押したのは間違いなく君だった。手を伸ばしたら繋がるんだ、生きてく意味、自分の価値きらめいてく。未来はもう変わらない、そうやって落ち込んじゃって何にもしないのにさ、嫌い輝く光、想像して想像して飛んでゆきたい。
また見失う。それでもいい、君だけに届いていれば、もうこれ以上何もいらない君健でした。ありがとう。